平野紫仕様の合流と弟陸への YouTube 活動による論争。元 V6 の三宅健が7月2日に再始動し、滝沢秀明さんが立ち上げた新会社、とべ、への合流を発表しました。その後、7月7日の夜7時には再び、とべ、の生配信が行われる予定です。 この日には元キングプリンスへの平野紫耀さんと神宮寺ゆうたさんの合流も発表されると言われており、ファンたちはその瞬間を待ちわびています。しかし、平野紫耀さんの弟である平野陸、陸ーさんが先駆けて新しい活動を始めていることも注目されています。 幼い頃から兄の仕様さんと一緒にダンスを習っていたリ空さんは、現在はアーティストとして活動し、ライブやアパレルブランドの立ち上げなど精力的に活動しています。さらに、7月1日からは YouTube チャンネルも開設し、ファンからの要望に応えて動画を公開しています。この YouTube チャンネルでは、リクさんが画面外の男性、爪、 からの質問に答える形で進行しており、ファンには大きな喜びとなっています。しかし、ズメという男性の声が、キンプリのファン通称、ティアラの間で論争を引き起こしています。一部のティアラはツイッターで、オ君の声にしか聞こえない、と投稿し、話題になっています。確かに、兄弟であるため声が似ている可能性もありますが、ファンの間では意見が割れているようです。 一方で、間違いなく進行役、紫輝くんじゃん、といった声もありますが、爪、さんという名前も、潮くんが考えた可能性があるという意見や、変な憶測を立てて、紫陽くんに迷惑をかけるつもりなのか、といった反対意見もあります。7月7日の生配信での、飛べ、合流発表に伴い、この謎が解ける可能性もありますが、 ファンたちは潮君を待ちわびています。彼らはファンとして潮君の活動に心からの期待と支援を寄せています。ただし、このような匂わせや種明かしに対してファンの中には冷静な意見も存在します。彼らはファン同士の論争や噂に振り回されることなくく君の活動に対して理性的に接しているのです。 く君の合流が発表されることで、彼の活動はさらなる進展を遂げることでしょう。そして、リクーさんも兄の活動に触発されながら、独自の道を歩み始めました。ファンたちは兄弟それぞれの活動を応援し、彼らがさらなる輝きを放つ日を待ち望んでいます。 最新の情報を迅速に入手するために、ファンの皆さんにはぜひチャンネル登録をお勧すすめします。これからも彼らの活動に寄り添い、心からの感謝を伝えるとともに、彼らの輝かしい未来を一緒に見守りましょう。ありがとうございました。